あ、ドモロン。あ、ファインプレー。これはちょっとあれで見ないとダメだな。曲名当てクイズ in 長崎。イエーイ。ゲストはワンコイさんです。ありがとうございます。お呼ばれ長崎でお越しいただきました、はい、ありがとうございます。はい、すでにもう酔いです。はい、はい、クジラを食べてます。クジラの酔いです。最高です。さっきね、クジラの骨もね、はい、見させてもらって見させてもらってておかしいけどね。曲名当てクイズをですね、はい、この飲みの席でやらせていただこうかなと思っていて、はい、まあ、2種類の、ね、問題を考えてきております、はい、1つは、はい、まあ、歌詞を言うから、はい、曲名当ててもらって、はい、まあ、ベタなパターンですけど、はい、もう1個のパターンはですね、はい、曲名の意味を逆さにしてます。意味を逆にしてます。意味を逆にしてます。例えば、ああ、はい、大黒摩季さんの夏が来るだったら冬が来ない、はい、冬が行くとかラララだったらレレレみたいな感じ。そうです、そうです。ノリ的にはそんな感じ。大なのかそれ。例えば大都会だったらど田舎とか、はいはいはい、感じで。あ、いいですね。そんなよくない。そういったクイズをやりたい。ソフィア町村みたいな。ああ、そうです、そうです。まさに軍とか、ね、そんな感じになってるんで。で、お二人に回答権を持っていただくんですけれども、今回ゲストで、はい、友達の後編も参加していただきます。よろしくです。よろしくお願いします。行きましょう、はい、行きましょう、行きましょう。ちょっと最初はですね、はい、逆さの意味の問題からいきたいと思います、はい、これあれですか、ピンポンですか。曲名をバッって最後まで言った人勝ちです。ああ、なるほど。言ったもん勝ちです。早打ちにするとちょっと揉めちゃうんで、早く最後までを言った人が勝ちです、はい、アーティスト名はいらないです、はい、曲名だけ、はい、最初はちょっと序の口レベルからいきたいと思います、はい、では1問目、はい、泣いても許さない。はい、笑って許して。ピンポーン。早押しの方がいいかもしれないですね。はい、はい、の方がいいかもしれないです、うん、それでいきましょう。そうです。それ90年代じゃなくない？これは90年代じゃなくない？あ、じゃあ、ね、何物言ってんだよ。あ、90年代は歌詞系です。あ、90年代から90年代かな。まあ、なんて、ここはね、ちょっとフリーでいかせてください。わ、はいはい、かりやすいのを選んでるんで、はいはいはい、じゃ2問目いきます、はい。暑い朝じゃないか、寒い夜だから。得意ですよ、ティアリ。正解。結構こう難しいね、頭使う上。次はですね、若干レベル上げますね。あれ分かるますよ。地質調査。難しい。あ、検索。あ、手挙げてもダメだよ。あ、面白い、面白い、これ面白い、面白い。次は簡単ですよ。簡単なのちょっと待ってください。これ西尾さんのパターンで言うと、はい、これなんか賞金券にあるんですか。あります。あるの？それによってもあるの？五島うどんとあごだしをプレゼントいたします。それ俺用じゃん、食べ。頑張ってください。今ちょっからうこ臭い、うこ臭いのです。あ、じゃあちょっと飲み物全部ウーロン茶にしてもらう。いきます。第4問目、51の朝、15年ピコーン。さすが世代、さすが世代。2ポイント。おーい、やばい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 。勝ちなさい、負けないで。あ、はいじゃねえんだよ。はいじゃねえんだ。横取り作戦。はい、なんだいじゃねえんだ。いいですね、いいですね。はいじゃねえんだ。続いていきます、はい、ちょっと近年ものですね、2000年代、はい、手抜きおじさん、手抜きおじさん。あ、おじさん曲だな、これ。手抜き、手抜きの逆って何？え？手抜きの逆って何？頑張らないおじさん。あ、え？頑張らないおじさん？わかりますか？皆さん。全力少年。ピンポーン！いやー、すげーな。曲
せえ見上げたもの伸ばしてだ。あ、そうか、頑張らない、続くか、続いていく、やば、脳が、脳が、まあ、柔らかい、本当にそれが合ってるから、ね、柔らかい、こっちが多いな。続いていきます。終わりはたまに晴れ、あ、始まりはいつも雨だ、ピンポーン、俺答えられなきゃいけないやつよ、それ。確かに頑張ってください。はい、ちょっと、まあ、なんだ、俺三つか、三、一文字笑って許してしかない。最初調子良かったですよ、ね。続いていきます。90年代。お前さえいなければ。あ、はい、あさえいれば。あ、え、あなたさえいれば。君がいるだけで。ピンポン。なんかさ、すみません、こいな。ピンポン、ピンポンじゃないもんね。継続してたから。だから誰か言えばいいし、その時に。次ちょっと難しい。すげえ。ちょっと物を想像してくださいね。物90年代です。新品未開封のモニター。新品未開封の壊れかけのレビュー。モニター？ラジオとか逆の映像側で。逆って難しいな、捉え方が逆のね、定義が逆むずいな、まあここはね、つぶつぶかもしれないからね、物言いが多い。続いて、はい、円満な月曜日、はい、決戦は9、あー、やばいやばい、はいって言われるとなんかもう言わなくなるって言っちゃえばいいな、圧かけたまま漫画中みたいな、はい、やってこいな、やばいやばいな、4 3 3 3、接戦ですね。続いてはちょっと難問です。難しいな。現実潜水。現実ロマン飛行。ピンポーン。俺ね、ファインプレー。空想飛行だと思っちゃって、空想飛行ってなんだと思って。ピンポーン。すげえ、ちょっと浩平さん、ちょっとすごい回転が、なんかもう慣れてきたね、掴んできたね。何、負けたくない、ま、続いて負け、負けないで、負けないで勝ちなさい、勝ちなさい、でも2ポイントリードでやってるもんね、うん、そういきます、ドキドキ、難問です、難問いいな、セクシー俳優、昔でいうところの AV 男優ですね、難問です、これはナイツのラジオでやってたやつです、セクシー男優、セクシー男優、 AV 男優、 AV 男優知らない可能性が高いかもしれない、知ってます、大丈夫です、90年代、90年代です、なんとか女優、終了、スピッツのチェリーです、あー、これは難しいね、難しいよね、難問、それはそうですね、こんなじゃないのか、うん、チェリーか、難問、こんなじゃないんだ、これそっちでさ、じゃ逆問題は、はい、次が最後です、やばい、今ポイントは次で2ポイント、5だね、あー、じゃあ5、3、めちゃめちゃ、次、2ポイントにします、西尾さん、こういう気持ちだったのかな、西尾さん、こういう気持ちだったのかな、ラストはですね、2ポイントなんですけれども、はい、熱いうちに食べましょう、2ポイントなんですけれども、ラストは2ポイント、ラスト2ポイントなんですけれども、はい、誰の何という曲か、はい、僕は曲名を言うんで、それの反対を言ってください、あの、で、はい、曲名を言うんで、曲名は、はい、全く反対の曲があったんで、なるほど、うん、で、はい、全く意味の逆の曲が存在してるって、存在してるってこと、はい、はい、実際にか、実際にあります、森山直太朗の夏の終わりの反対の曲、
はい、冬が始まる。ピンポーン。ちょっと俺わからない。冬が始まるよ。これはやっぱね、知識色の差が出ましたね。ありがとうございます。知らない曲が結構あった。今545でやりました。535じゃない、535で。やっぱ入っていっちゃう。癖が、おのおのの癖が。逆曲名当てクイズ結構面白くないですか、これ。めっちゃ面白いですね。チェリーはやられた感がすごいな。ちょっと感心しちゃいました、聞いてて、ラジオ。中級でいきましょうか。90年代中級でいきますか。はい、90年代中級、はい、第1問。愛はきっと奪うの、奪うでも与えるでも名もなき歌。ピボーン。さすがボーカリストの強みですよ。ラスト目だよ。第2問。ギターフレーズだったらね。レレレレレレ。ホテルカリフォルニアでした。いやいや、吐くのが恥ずかしい。だから途中レレレレレ、途中がね、中級だから。レレレレレ。友達です。奪うでもみたいな。これはむずい。そっちのだから難しいな。難しいっすね。レレレレレ。第2問。性格良ければいい。あ、ロマンスの神様。ピボーン。これはね、俺はよく歌うんでわかります。歌うんですかね。俺は原曲キー。546 546。あ、そうだ、そうだ、そうだ、546ね。あ、これ出しとるぞ。次は簡単です。風に吹かれて消えてゆくのさ。白い雲のように。ピボーン。よーし、逆転だ。556。やってきましたね。接戦になるね。次もね、ちょっと簡単っていうか、世代な感じですね。世代。いいですか。はいはい、はい。思い出はいつも綺麗だけど、それだけじゃお腹がすくうわ。ジグマリ。ジグマリ。そばかす。ああ、早かった。以上です。皆さん、ヒント出すだけだよ。ビリ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 。来たぜ。メロディーがないと難しいですね。そうね、棒読みだとね。でもメロディーがあっても俺ちょっとタイトルとかが直結しない可能性もあるから。あ、これ結構難しいね。曲は有名ですけど。いきます、はい。言葉は心を超えない。とても伝えたがる。セイエス。ピンポーン。ファインプレー。知らないな。あ、専門ですね。ピンポーン。ファインプレーです。今のは。なかなか難しいかなと思ったんですけどね。いやー、任せてください。次はね、ちょっと難しいです。大体僕ね、2コラス目で A メロ好きなんですよ。結構おっと、強みのここで。いきます。ポイントこい。え、ポイントこい。8 8だよ、8。5え、558じゃない。558聞けますよ、ワーボ出し。最後多分5ポイントくらいあるから。2出産チャンスがない。いきます。ちょっと難しいかな。自分をそのまま信じていてね、明日は来るよ。あ、トゥモロー。あー、ファインプレー。これはちょっとあれで見ないとダメだな。物言いが、これはリアル物言いが好きで。これは同時くらいだったね、確かに。ドローにします。ドローで。俺の感覚でいくとケンケンさんが早かった。じゃあ、いや、どうぞ。はい、流れ的に見る。なるほど。568盛り上がり的に。盛り上がり。これは難しいと思ったんですけどね。あ、これはね、難しいですね。ちょっと怖い。
無理かもしれない、ね、無理かもしれない、インポッシブル、いきます、もう二度と会えなくても難しい、友達と呼ばせて、あなんかハローマイフレンド、ハローマイフレンド、これはハイブレー、かなりよし、なるほど、8、7ついたわけもう二度と会えなくてもってさ、結構いろんな歌詞使われるからさ、最後のキーワードがポイントあったね、あ友達似てるやんけ似てる、次はよく出たね、俺絶対歌詞なかったわ、いや、知ってる曲だったわ、ね、次は街だと思われます、僕的にはいきます、さよならさえ上手に言えなかった、あ俺それ分かんない、タイトルが分かんない、あのね、あれタイトルだったっけ、タイトル分かんない、いやいや小泉京子か、そう小泉京子、タイトルなんだっけ、熱き人、私違う違う違う、え、なんだっけ、さよならさえあ、タイトルが分かんない状態だ、あなたに会えてよかった、リボーン、ラッキーパティ同点になっちゃったよ、同点になっちゃった、同点だよいきます、これはね、これちょっと早押しですね、次はまた、うん、もう早押しです、早押し苦手だよ、いきます、高級レストランもそう、花束もそう、あんたのためずるい女、ピンポーン、おー、すごくない、え、ファインプレー、知ってる曲だすげえ、逆転です、いきます、次も、はい、今のノリです、ちょっと待って、点数かもしれない、9、8、5、9、8、5でいきます、生まれた町のあの白さをあなたにも、え、ウィンターゲイン、ピンポーン、知らない俺も答えられないと思いますよね、いいですね、いいですね、これは次難問です、難問いいね、難問です、いきます、当たり前の愛し方もずっと忘れていたね、柴田さん難しいよね、歌っちゃう可能性あるもんね当たり前の愛し方をずっと忘れてる、ね、まさ、あ、知ってる、知ってる、知ってるな、知ってる、オーラスで曲名を言うんですよね、うん、オーラスって最後のサビでってことか、まあ蘇らないな、これ歌詞がね結構使われまくってるとかすると、当たり前の、当たり前の愛し方もずっと忘れていたね、なんか分かる気がするんだよな、区切り、区切り、区切り、ここ僕もちょっとメロディーが出てこないっていうえっ、うわー、なんかじゃあこのね、この続きの歌詞は俺入ってるんで、え、あ、そうっすか、愛し合える喜びも、あ、イエスキーのディアマイフレンズ、タイムゴーズバイ、そっちそっち、ディアマイフレンズ、いや、もう分かんないからね、そっちです、次は簡単です、簡単なの、乾いた風を絡ませ、あー、入ってきこえたか、なんか点数をいきましょう、6、10、9、9、うわ、接戦、接戦だよ、最後はちょっと様子を見ながら、これはね、はい、知ってるけどレモンサワーをちょっと難しいかなっていうのを知ってるけど難しい、いいですね、これからもずっと誰で生きていこう、そばにいて愛を言いたい、え、難しい、もう食べちゃう、俺オーラスですね、これからもずっとそばにいて、え、俺記憶ない、愛を送りたい、あ、
でもなんか聞いたことある。知らない。西郷さんってことですよね。それがこれ最後です。これがもう締めです。サビの最後です。もう一回待てですか。これからもずっとそばにいて愛を送りたいから。おえば。アロンやろ。山根。ちょっとした90年代前半だからね。小学生ですね。結婚式ではね、定番となったソングでございます。ちょっとやっぱ難しいですね。続いて、これはそうですね。いきます。言えることない痛みなら、いっそ引き連れて。あーやべ、ミスシュートが言っちゃった。手もらいまーす。ピンポーン。すごくない？ピンポーン。さすが。知ってればいける。さすが。もっと言えることない。サビじゃん。いよいよ。Okay. あと6問あと6問まだ6問あるんだまだ逆転あるな点数が6点かな忘れました俺11の9、うん、全部取らない続いてはちょっと難しいあいいですね難しいのはいいねみんなね考えたい、うん、優しさとは許し合うことを知るあ、プライドだピンポーンファインプレーファインプレーあ、今井美樹のプライドですあー、チャギアスかと思ってたチャギアスに参りましたねちょっとそのよりでいくと次は難しいかもしれないですね少しの英語とバスケット英語とバスケットそして私はあなたと恋を覚えたこれ多分スピッツな気がするんだけど女性ですそうだよ歌詞が女性なのか少しの英語とバスケットそしてじゃあ知らない君のあの部屋とワイシャツ着てやがってその森です多分俺知らないもう分かんない曲は財津和夫さんですうわっ蒼天の花ブーあれでしょあのわー違うわわがまま違う違う何だっけマス沢田しか会いたいあー会いたいそこは会いたいサビは分かるけど頭の方が分かんないサビも分からなかった死んじゃってんだよ、彼氏が続いていきますあと4問です盛り上がってまいりましたね盛り上がってまいりましたてて約束したじゃないみたいなああ会いたいはいそういうことか意外と追っかけるとねそうですよねラストフォーラストフォーラストフォーラじゃあまだいけるいきます痛みを知る眼差しは深くするもう分かんないプラスの5プラスのマイナスの痛みを知る眼差しはいやそれ絶対知ってるんやけど痛みを知る眼差しグレーいやグレーじゃないかでも全然ピンときてないから多分俺も分かんないこれ痛みを知る眼差しトヨタ自動車カローラレディの CM ソングですあ、え、ビーズじゃない？ビーズなの？話の女神。ピボーン。ああ、すぐ世代じゃないんだよね。僕ら愛のままにわがままにしてたからね。次ぐらいですね。そうです。これはね、いけるはずです。いけるいけるはずです。次いきます。次はいきますよ。ラスト3。点数が7かな11、9頑張ってくださいね頑張りますマジで怒った時ほど
スノーが愛しくて、え、わかんねえ俺、わかんねえ俺、マジで怒った、え、わかんないよ、素顔が愛しくて、マジで怒った時めちゃめちゃいいんだね。わかんないよ、素顔が一緒とある気がするんだな、これやべえ、わからないわ、わかんない、涙のキスです、あーあー、そこか、A メロか、カラオケに行ったな、そうそう、カラオケに行く流れだ、次はサービス問題だと思われます、いきます、はい、恋愛中って、あ、分かった分かった分かった、はい、ダメだ、うわー、恋愛中ってもっと楽しいと思ってた、ピンポーン、ということはラスト問題は2点なんだね、あ、そう、わー、2点、逆転がある、11、10、よく作られてますね、これは2人で行く、うん、あ、でもいいのか、入ってきたらそうね、これが現在のサポートになる、負けないぞ、これはね、いけるはずです、いけんのかい、これはもうカラオケで、絶対知ってる、もう何回も歌ってる、何百回も、もうモテたい男が、そまいちゃねえな、絶対これ歌うっていう、分かった、もう俺、もうその時点で、じゃあ、はい、答え1個ずついきましょうか、はい、抱きしめたい、ブモテたい男あれじゃない、何、玉置浩二なんじゃない、人間違う、モテたい男とはちょっと違うよね、ワインレッドの、違う違う、何、玉置浩二かな、ワオオみたいな、なんだっけ、ワオオモテたいか、モテたいだよフェアな戦いにしたいからね、なんかこう、まあまあ、これは最後だから早押しにしましょうか、はい、回答権、はい、はい、わかりました、で、押して間違えたらちょっと回答権チェンジと、あ、なるほど、もうフェアなところでいきましょう、はい、ラスト問題なんで、はいはい、これ取ったもん勝ちで、はい、じゃあ棒読みでいきますね、はい、眩しすぎて目を閉じても浮かんでくるよ、眩しすぎて目を閉じて浮かんでくるよ、うわ、グレーだなこれ、いや、恋愛ソングですね、恋愛ソング、ドラマ、ドラマの主題歌です、聞いたことあるな、え、あ、わかった、トゥルーラブだ、いまーす大正解、優勝、素晴らしい、全然わかんなかった、トトうどんをご用意させていただきます、眩しすぎるうわー、これ結構難しいよ、やっぱ知ってるか知ってないかで全然あれが違うね、強みがね、変わってきますね、無事すみやな、これさ、ギターリフ、ギター対決もいいかもしれないね、これ西尾さんとかでやったらおもろいんちゃう、うん、西尾智也対山口和也だ、なんかそれいいよ、だからなんか誰かが弾いて開けるおもろいんだよ、ギターすぐ分かっちゃうじゃん、うん、え、でもなんかでマニアックなところ、B メロとかデレ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 、それ激ムズだということで、ケンケンさんの優勝でした、イエーイ、意外と J-POP 詳しかった説だね実は詳しかった説、ご視聴ありがとうございました、柴田でしたいや、これおもろいね。